こんにちは沖縄お小浜です。かわいいですね、みけさんが。ほら、寝てますよ、白い腹毛が。ああ、かわいいですね。はい。皆さん、えーとですね、た、え、ま、ー、ちゃんのね、えー、暇つぶしさんからのお面白い記事が出てたんでね、ご紹介いたします。なんとね、今ね、ローは大嫌いだ制裁するぞーって言ってる。 いろんな様々なお国がございます。はい。一つの事実とかぶります。はい。それはね、あの、あの、R のね、R のなんちゃらとかね、D のね、なんちゃらのね、えー、あの、ちくわかまぼこでございますね。はい。それを、 やっている国と、はい。ええー、やっている国はね、ほとんど、ロー大嫌いだって言っているんですよ。そして、えー、逆にね、え、ちくわかまぼこ、まあ、あの、もともとのね、あの、普通のやつね、って言ってる国ですね。それをやってる国ですね。は、ローは別にね、いいんじゃないの っって言って言るんですよ。はい、これは一体どういうことなのでしょうかということですはいえー、実はですねえ RMR、ー、なんちゃらのねちくわかまぼことかね、えー、D のねなんちゃらのちくわかまぼこのねもしかしてこれはねし パイパイをね、隠すためなんじゃないかっていう話なんですよ。ほ。まあそういうことでございます。まあ、この地図のかぶりようはすごいですね。はい。そう思われても仕方がないような気がします。何かを私が前に言ったように、ちくわの失敗をね、 ごまかすために何かやりますよって言ってましたでしょずっと前からはい、えー、そのことの一環かもしれませんねっていうことですよまあ鋭いですねはいそういうことでございますはいこのね、えー、ブログの記事を書いたブログ主さんもね非常に鋭いと思っておりますね 皆様、そういうことなんですよ。あんなもん食べてもね、ろくなことはないんですから。はい。そしてね、ほとんどのね、国がもうちくわはいいわーって言っているのに対して、日本はね、まだまだ食べさせますぞって言ってるんだからね。これ、頭大丈夫かなと思いますよ。はい。 まあ、まあ、祈るだけしかできません、私は。はい、もう全力を尽くしてました。はい。しかし、もう何もできませんね。はい、もう放っておくしかありません。なるようになるでしょうということです。はい、えー、まあね、そうは言ってもね、C の国なんていうのはね、えー、まあ、今までのもありますし、 5種類あるってことですからね。D の、D のなんちゃらもあるしね。MR のなんちゃらもあるしね。なんか5種類ぐらい、あの、お作りになってるみたいなんで、あの、ちくわかまぼこね。まあ、こちらの方もね、えー、まあ、確率は、大丈夫な確率は5分の2ぐか3ぐらいですね。まあ、そういうことでございます。はい、えー どうしようもないですけどね、本当にね。えー、まあ、面白いです。しかし、この、この地図は面白いです。ぜひ、ぜひ見に行ってください。必見でございます。はい。それでは皆様、また、後ほど、沖縄おばばでございました。はい、ミキッシゃー。かわいいですね。おてて、ほら。ほら、ピンクですよ、ピンク。ほら、ピンク しんどい,いですよねー